最強の6人がですね、ミシューチン、シェルボ、コロブチンスキー、そしてこのベレンキ、それから新しくシャリコフが入ってゴルバエフ、そのベレンキの鉄棒の演技をご紹介することにいたしましょう。先ほどもちょっとお伝えしましたが、これはビデオテープで紹介します。 9.825 という高得点でした。しかし旧ソビエトチームはあのインディアナポリスで個人総合で3位に入ったデューキンを落としてくるという。そうですね、層が厚いですね。したがって旧ソビエト EUN のメンバーは初めてのオリンピック出場という6人になりました。現在のところ最も午前中と合わせまして30人を超えたところで最も高い得点を出しました。